これはですね、UQ WiMAX のポケット Wi-Fi ルーターですね。来週からですね、春休みに四国に旅行に行くんで、私もおそらくもインターネットをつながらないとですね、かなりストレスがたまるんで、買いました。 UQ にしたのはですね、 UQ は速度制限がないですね。e モバイルとか NTT の他のたくさんあるんですけども、どれも YouTube とか見てるとですね、速度制限かかってしまってですね、とても使えたものではないんで UQ にしています。でこれがですね、どのくらいの速度が出るのかですね、実際にこれから試してみたいと思います。まずはですね、今家の Wi-Fi 環境ですね、これは光 B フレッツですね。それにあそこにある Wi-Fi ルーターで、飛ばしてます。でこれで、今家の環境がどのくらいあるかをですね、テスト開始ですね。10、20近くまで一応上がってますね、データが。まあでも光の割にはそんなには速くないですね。出ましたね。ダウンロードが 17.4 メガ、アップロードが 8.3 メガですね。じゃあ今度はですね、この UQ のですね、借りた Wi-Fi ルーターに切り替えてみます。今この A タームってやつですね、これが UQ の借りた Wi-Fi ルーターですね。今これでつながってます。これからスピードテストをちょっとやってみましょうか。ツールの中からこのスピードテストですね。で、このテスト開始、どのくらい出るんでしょうか。 Wi-Fi ルーター、この Wi-Fi ルーターですね。だいぶ遅いですね、これ。光に比べると2メガ。時々ピンと針が回りますけれども、平均して 2.5、 そのぐらいでしょうかね。今針はですね、こっちのアンテナは2本ですね、立ってるのは。うちは東京都内なんですけども、東京なんですけども、かなり田舎の方なんで。UQ の電波があまり強くないのかもしれないですね。出ましたね。ダウンロードが 2.4 メガ、アップロードが 2.57 メガ。かなり遅いですね、これ。これだと YouTube どうなんでしょうかね。ちょっと実際に YouTube 見てみましょうか。YouTube 起動しましたけど、でもそんなに遅くないぜ。ススッと来るぜ。ちょっと他の、まあ、このぐらいで見れれば全然問題はないですね。砂時計全然出ないかな。はい、それでは内装編ということで、ということでマイナーチェンジしました、アテンザセダンクロスティ L パッケージの内装の方を見ていこうと。この、
UQ のですね、Wi-Fi ルーターですね、とりあえず、我が家では使いました。ただ問題はですね、四国なんで、四国はですね、実はあまり UQ は電波がないですね。実際にですね、どのくらい電波がないかっていうのをですね、これで見てみるとですね、こういう感じですね。これ四国の今地図なんですけども、この徳島の県庁所在地ですね、それから高知の県庁所在地なんですね、それから愛媛の県庁所在地、それから香川、我々はですね、この海岸に沿ってこう移動する予定なんですけども、これを見るとですね、ほとんど使えないですね。まあ行っちゃうよなこれな。プリオリ2はですね、まだあの、データ通信ですね、これやってないんで、この UQ でやったら結局同じになっちゃうんで、もう一つですね、あのフォーマの 3G が使えるあの20日間レンタルっていうのが3000ぐらいであるんで、ちょっとそれもですね検討 しようかなと思ってます。やっぱりあの仕事を私の場合はですね1週間ぐらい休んでいくんで、その間にですねメールとか見れないとちょっと困るんで、その辺も合わせて考えないといけないかもしれないです。 UQ IMAX もう少しですね、あの電波つながるところをですね広げていただかないと、これではですね本当に県庁所在地だけですね、ほとんどのところでは使えないと。セブンイレブンは使えるのか、まあそういうところでですね、随時見ていかないといけないかもしれないですね。まあとりあえずあの UQ の Wi-Fi ルーターが、これ1ヶ月レンタルでですね、5800円でした。あ、そうそう、それでこれですね、一昨日届いたんですけれども、楽天のとあるショップで、借りました、1ヶ月のですね、レンタルで。で、ちょっと充電しようと思ってですね、充電ケーブルをですね、つなごうと思ったらですね、全くつながりませんでした。これは参ったなと思ってですね、とりあえず電話してですね、どうにかしてくれという話をしたんですけれども、このレンタルの業者さんがですね、実は奇跡的に我が家から車で、20分ぐらいとかですね、八王子だったんですよ。それでもしょうがなくてですね、八王子のそのお店まで行ってですね、ケーブルを取り替えてもらいました。実はこのケーブルの先端がですね壊れてました。それでこれ取り替えてもらった方のやつなんですけども、わざわざ行ってですね、なんで OK Google 聞いたんだ。あ、そうなんだ。取り替えてもらったんで充電できるようになりましたけど、ちょっとあれですよね、検品しないでですね、レンタルして、もし出先でですねいきなり充電しようと思ったらですね、もう完全にぶっ壊れてましたね。これがびっくりしました。楽天さんのこのこれです、ね、借りた店はシムスっていうところですね。レイドルセット29泊30日ワイドプランなんですけど、何君取るのないかな。四国ってあ土曜日だよね、今週の。そうそうそう、土曜日だよ。今ね、マインクラフトでね、ちょっといろいろ作ってた。あれ、マイクロ USB だからさ、このネクサスの充電するやつと同じなんだよね、口は。それのね、ここがね、歪んでた。ちょ、ピンボケ。ここの部分がね、歪んでた。それで、ここに入んなかったっていう。これはね、アメリカのエレクトルハウスっていうの、それのなんかライブ会場的な、
制作時間2時間どうでもいいね、全然すごくないし。ちなみにこの iPad mini なんですけれども、こっちの方をですね、スピードテストをしてみようと思ってですね、 APP ストアでスピードテストで検索したらですね、そういうソフトウェアがなかったですね。1個有料の100円っていうのがありましたけど、 iPad を使ってる人はあれですかね、あんまりネットの速度とか興味ないんでしょうかね。 Android の方はスピードテストってやると腐るほどそういうアプリケーションが出てくるんですけども、やっぱこれはどういうことなんでしょうかね。なんかほとんど検索に引っかからなかったですね。だからこっちの方でテストはできなかったですね、残念ながら。これも持ってこうかなと思って、